この番組は地域貢献のために3人で協力し、ある目標を目指す番組。ある目標に到達できれば、番組から視聴者の皆様に超豪華プレゼント。対決しようかなと。あれのギターの回か。そう、ギターの回です。意外とそのライフポイントが、ね、油断を生むんですよね。そうですね。5回転目です。マジで？え？5回転目ですね、今。勘弁してって。多分。おいしゃーしゃー。仲間がいない。じゃあ、私、綾方面に。ようこそこちら側へ。あれ？ただいま。お帰りなさい。ということは、ミズキが 2、3歩リードしているところだね。そうですね。でもなんか、前回この個人戦やった時って、はい、そもそも10万手っていうのが決まったじゃないですか、はい、お題が。だから今回決まってないじゃないですか。決まってない。なんか、どうなるのか、俺ちょっと怖いですよね。まあ、例えばじゃあ僕が一番負けてアドバンテージがないとするじゃないですか。したときにすげえ金額積まれる可能性あるわけです。でもやっぱそこはほらみんな平等に。信じていいですか、はい、僕最近の負担3,000円ですからね。いいじゃないですか、5000円ぐらい駄菓子屋の。むしろあれ以上使うのは難かったんですよ。あ、全力っすもん。あれ全力でいきました。めっちゃ入れてましたもん。めっちゃ入れてました。見たんですけど。あ、見ました見ました。やっぱあの猫の尻尾通った瞬間にチンコって言えるのはあの反応できる人は見たことないです。しかもそこにずっとモザイク入れてましたからね、編集は。思いました。ずっと猫の尻尾って分かってるのに永遠にモザイクがかかってる。こんなパステル番組は見たことないです。猫って可愛いの？猫可愛いです。猫を飼うにあたってデメリットは何ですか？デメリットはですね、あのうんちが臭い。あっていうのと、あ、でもトイレのしつけとかはいらないので、そこはすごい、いらないです。あの砂用意してここでするんだぞっていうのだけ言えば、もう勝手にそこでするんです。で、あともう一個デメリットで言うと、毛玉が溜まっちゃうんで、あの餌とともに吐くんです。こう猫ってから、あれ激アツって出てました。あの、ね、うん、今すごいことが起きてたよ。毛玉どころの騒ぎじゃない。3回目の反対ですか？え、まだまだ激アツって出ただけ。なかなかいないですよ、激アツって出ただけなんで。すげえ上から目線。じゃあなんかパチンコの激アツってあんま信じてない。あ、まあ、さっきのねはやっぱ激アツは。いや、激アツチャンスはあれですけど、激アツは激アツですよ。激アツですか？はい。そっか、じゃあ信じようかな。じゃあスロットの激アツはやっぱ激アツだって思うんですけど。お、初めて見た。これそれ、あの要は番長のこれが男のみたいなやつ。普通そこでなんか、おお、初めて見た。おお、まあ92回転目。すごいね。いろいろ見せれてますね。金塊出てた今。あ、赤宝龍ですね。いやいや、おかしくね。すげえな。すごいガロ出てきた今。かっこいいですよ、ガロでした。今言い訳のしようもないぐらいガロでした。ガロです。必死って言ってたけどガロです。これで到達ってこと？いや、俺これ初めて見ました。行きます。え、ダメなの？え、外した。外れましたよ、激アツ出て。賛成の反対みたいな。おお、だから言ったんですよ、激アツは。失礼しました。あれで外れんの？でもなんかすごい猫好きな人ってなんか、なんかいきなり戻ったな。はい。まるで、まるで今の日しかなかったかのように。いや、もうずっと戻ったな。いや、もう忘れた方がいいかなと思って。あっぱり。え、テスさん猫飼ってるんですか？飼ってるんです。飼ったことないです。飼ったことない。うち母ちゃんが猫ダメなんで。ああ、そうなんですよ、家来れなくなっちゃうんで。
あの可愛いとは思うんですけど、やっぱ猫カフェとか行ってたまに目出るぐらいですね。あ待って、はい、お前流すな流すな。たまに猫カフェ行って目出るだけです。たまにあいつが猫カフェで猫をめでてるんだぞ。おかしくねえか、おかしくねえか。冷静に考えてな、冷静に冷静に想像してみ。それイメージこの顔で一人でイメージするからおかしくなるし。誰と行く、子供たちと行く。ああ実は、はい、一人でこういう店にあるいはこういう場所に行くことがありまして、はい、なんかあります。あ実は意外そうなとこですか。意外な、実は一人で、実は一人で、実は一人で、いや僕一人で焼肉屋で行きますよ。でっかいところ一人焼肉とかじゃなくて、あのその最近多いじゃないですか、一、はい、人焼肉とかじゃなくて普通の大きなとこ一人で行くの好きです。そんな意外さなかったっすね、すいませんすいません、なんか弱かったっす、自分でやった時弱いなって今思って俺、はい、たまに一人で電車に乗ってて、はい、わざと乗り過ごします。あ、知らないところに行ってみるみたいな。目的の駅から、ね、降りない、はい、俺多分東方会の子供あ、降りたくないなって、もうそれあの会社の反対方向のサラリーマンみたいな思ってる疲れ切っちゃってるなんか、なんか気分転換みたいな感じですか。まあなんか乗り物が好きみたいな。あなんか癒されるんでしょうね。そう、ちょっと長く乗ってたいなって思うんです。実は一人行動好きで、カラオケとかは人から、人から行きます。カラオケ行ってるんだ。はい、一人でカラオケしますね。なんか約束あって、でも自分の用事が早めに終わっちゃって、で、あ1時間ぐらい空きあるなっていう時に。何歌うっす。いやもうなんかランキング適当にバーって。なんかアニソン歌うの。アニソン歌いますね。アニソンっぽいな。友達と行くとアニソンが分からなかったりするんで、まあ一人で気兼ねなく行けるんでいいんですよね。誰にも気を使うことなく、ご飯も食べれるんで。一人カラオケ僕もちょっとやりたいなと思ったことあるんですけど、はい、度胸なかったです。お一人様ですかって言われて、はいっていう時もちょっと足らなかったです。で駅前とかだったら割と一人の人多いんで。あ生まれてから一度もないね、カラオケ行きたいなって思ったことないですか。いやだって俺カラオケ、まあ、嫌いじゃないですよ、カラオケ自体は、はい、ただ人が歌ってんのをマイクなしでかき消すっていうのが俺の大好きな行為だ。なるほど、確かに。だってさっ朝の未来予想図の声量半端なかったからね。愛してるのサイン、マイクなしで、はい、結構店内武道館ぐらいだったらいける自信ある確かに武道館結構ありますよ、マイクなしでいける声量がすごい。なんかあれですよ、鬼がくっついてます保留に。で入賞赤です。あ、え、なんか圧続くって書いてあります。圧続でもバカゾーンよく入るやつ。さっきのあれ外せたんだよ、なんかこれぐらいじゃ当たんないだろうと思っちゃいます。昼何食べたいですか。いや、ちょっと気を紛らわした方がいい。これ集中して外します。お昼何が食べたい。何でもいいな。あ、激アツ激アツ来ました。誰と何が食べたい。誰と何が食べたい。お昼ですか。お昼3人でうなぎを食べたい。3人じゃねえだろ、本当に食べたいのは。なんかニノとかだろ。ニノとかだろ、二宮くんとかだろ、本当は一緒に食いてえのはなあ。こっちなんですか。え、今の話じゃなくて。今じゃねえよ。今じゃない、夢の話をしよう。夢の話家庭の話です。夢だよ。夢ですか。そうか、夢か。誰で。え、食べたい。誰と。誰と。悩みますね。ランチ、誰でもランチ券もらえました。誰と行くのか。石田明さんいやもうここでも出すって相当ガチっすよ。誰だよ。いや声優さんじゃない。ノンスタイルか。で、そっちの石田明さんじゃない。あの声優さんです。ここで出す結構ガチっすよ。いつもほら回ってないところでその話よく聞くじゃないですか。はい。
じゃあその声優の方と何食べたい、はい、何でもいいですね、一緒に行けるなら。目を見ながら何か頬張りてんだろ、はい、なあ、はい、なんだよ、トイメンの、トイメンの席だよ、トイメンの席だよ、そいつの目見ながら何頬張りてんだよ、目見ながら何を頬張りたい、何を頬張りてんだよ、時間ない、時間ない、何をえ何をだよ、何よって言っちゃったの今。あ、激アツって出たのに全然激アツじゃなかったんですけど、まあ第一はちょっとバランスおかしいところあるんで今シンプルにしました。あの保留系の先読み激アツになるんですけど、はい、一個だけバカゾーンの先読みだけちょっと弱いのでそれだけ、あ、保留変わればもうそれだけでめちゃくちゃ熱いです。あのガロ剣が刺さりそうで刺さらない演出とかでも全然ありです。あ、そうなんですか。全然ありです。ただその代わりその例えばさっきの白熱とかあるじゃないですか、はい、とかまで行っても保留、おーっとっとっと保留編これだけでも10倍です。その代わり保留変わってない時に白熱とか行っても微妙って言われる。そう、あのそれがねちょっとまあ、 あの無理くりその保留変化しないようにしてる時があるんで、はい、でも水木冷静に思い返したのシンプルにしてるおーって言ってるの多分5、6回あるんですよ。当たってるの1回だからないやいやあいつ、いやいやいや、うおーって、うん、もう 4、5 回じゃ聞かないな、言ってるよな、言ってるよ、いや本当に本当に言ってます。激アツってほどじゃないです。いやまあ言うてもまあユニコーンぐらいですよ、4割5割とか今日ちょいアツぐらいです。あーほらねえ、あーって、あーってよ。ちょっと金額ですよ、微妙でガシャン置いた、あーこっちの方が熱いんじゃない？そうですよ。何が起きた？今いきなりこれは震えました。熱と出ました。あ、第一のレバブ、あ、開幕が乗り掛かせた。多分6割は超えてると思います。さあどうよ、さあよ、さあどうよ、これ、あ、健吾さん入りました。おー素晴らしい。あら、2人してちょっと置いてかないでくださいよ。いやこれは、いや僕たぶんこれ当たりますよ。本当に？はい。お、じゃあ二人同時に。お、行きましょうか。よし。熱いのだったな。あ、白うなぎ犬が。あ、しかもレバハグですねこれ。あ、来た。おー。おーおー。このタイミングで来るぞ。あれ？あらあら。結構早いタイミングで来ました。あ、おいおい、転倒のシーン、なんだ、二人してちょっと置いてかれちゃう。あら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 、さあこちら剣士バッグ、はい、赤木、あテスはまだ、あ、もう、4分割しても当たります。まだ当たってないです。そろそろ到着です。これ4回ボタン押せます。はい、1、お、1個目、お、1回目で、しかもこれ9点牌だったんで右角です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、鈴子、あの、たかが青堀からここまで来る、出てきてほしいな、ボタンが。さあこれでいいのが、あー、パパ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 入って、パパ来ました。 OK、 おい、や、置いてけぼれだよ、おめえよ、おい、ガキ、ガキ、おい、ガキ、まだプラス、よしよし、え、まだプラスなんだ。あ、プラスなんですね、失礼しました、まだプラス、失礼しました。あ、9だ、俺も、わ、右角じゃない、はい、おー、すごい、じゃあ、ボンボン、よし、待ってるよ、行きますね、我々待ってるから、はい、早く来て、はい、全員プラスで終わりましょう、全員プラスで、投資いくらですか、俺17、僕まだ13です。1です。ああ、さあ、右で、まず、僕今日 初右なので、これでみんな初当たり2回目です。あ、そうですね、すごい、
その一番上に行ってみたいんだな俺。あ、そうですね。あ、まだ聞いたことないですもんね。ないんですよ、1回も。やっちゃってください。レインボーの7でしょ。レインボーの7がブチューンってブラックアウトしてくるとか、はい、あと当たり中に上がったりしますね。なるほど。最後おー赤い、いいよ。先輩はする二度掘り。お、先輩誰。おお、勝てる。雑魚中の雑魚ですよ。アイスコンキー素晴らしい。テスさん、はい、俺疾風マルチモードしたんですけど、これどうなればいいのかさっぱらかんない。え、ですか。疾風マルチモード、疾風マルチモード、あ、赤まで行った。あ、僕それマルチモードやったことないです。あ、赤掘りになった。おお、二人とも当たればどっちかは取るんじゃないですか。3割別に数字がテンパイじゃない、ただ走ってるだけなんだよな。ほい、レインボードーン、7回転ですよ。さあ、サブ1通しましょう。3、3をしてる。あー、でも青カットに大丈夫か、これ大丈夫か、大丈夫か。うわ、負けた。いや、まだまだ行く、はい、復活した。パパが行け、ブチュン。あー、ダメ。あ、なんだ、なんだ、まだ、まだ行く、まだ行く、まだ行く。さあ、最後バカボン、おやし寝てる、おやし寝てる、おやし寝てる、なんで見たことないからわからねえ。おやし寝てる、鼻調子出してる、鼻調子出してる。おやし、いや、負けた。おやし寝ちゃってるもん、お前、おお、ダメ、ダメなのかよ、ダメなのかよ、おやし出てるんですよ。あ、特訓開始、オッケー。これいけば超特訓ですよ。やっぱ忘れてたんですけど、このレレレのおじさん、声優さん石田さんでした。あ、そうなんですか。はい、こういえばそうだった気がするって思って調べたら、バカボン見たことなかったんです。取った。おー、すごーい。取りました。一番目、サブ1取れました。おー、すげー、あざーす、おめでとうございます。ここからがバカボンの本領発揮でございます。ここからどうなる。ここから、あ、赤カットイン。おお、なんだ、2人して派手だ な、またおやし寝てるよ。おやし、なんでおやし寝てるんだよ、ふざけんな。ちょ、待て、頼む、息子、おやじ起き上がらないんですか。うわ、ダメだ。ええー、うわー、ダメなんだ。なんで同じ寝てんだよ。親父、ここ超特訓は時短がとんでもない数あるので、まあユニコーンと同じで次は当たります。あの、要はユニコーンのあれです。 あります。あそこ、あれと同じ3連発。そう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 。ちなみに僕、自分の動画の前でここまで行くの初めてです。やべ、終わっちゃう。あー、マジですか。さあ、ラストチャンス。うわー、ダメ。あらららら、らちぃ、あー、ダメ。反発でもしかも2回駆け抜けるとちょっときついですね。厳しい。さあ、バカ速装置発動しました。ここから速いです。ここからは 80%。 はい、あー、じゃあまあしばらく終わんないよ、水木。そうですね。
それ死亡フラグに聞こえますいやちょっとね、はい、あの3番パス4番パスっていうの見てみたいんで、はい、あそうですね、頑張ります、行っちゃってください。で基本ここは結構底当たりするんで、あらら、まあ、まだまだまだ50回でありますから。あれ40切った。あれ、はい、あれあれって言ってますよ。10回転切りました。え追い込まれました、ね、あ、あったラストチャンスじゃないこれ、モモ V 連打チャンス、あー、ここで来たか、頼むマジで本当にお願いします、お願いします、テツさん、はい、やばいっす、テツさん、マジでやばいっす、まだあるんです、え、終わったの、いや、まだあと3回転あります、終わったっす、嘘でしょ、そんなそんなバカな、終わったっす、また同時だ、だーるもう病気じゃん、病気、不死の病だあれ、病です、そこ当たりしますとか言ってましたよ、記憶が正しい、メインはそこ当たりですまで言いました、そこ落ちじゃねえそこ当たりどころか、か飯行きます、行きましょうか、そうですね、はずでもテスさん基本陽気パパですよね、あ、まあ僕多分、まあ、家好きですしね、やっぱ娘にはもうすごい舐められてるんで、そうなんですか、絶対に怒らないんですよ、怒らないんですよ、女の子に、息子にはまあ結構強めに怒る時とかもあるんですけど、はい、娘は怒らないから、この間、アウトレットにお買い物行った時あって、はい、で娘がどうしても僕とこう一緒にどっかにこう、はい、2人で行きたがるから、はい、何かなって思ったらサンリオのショップみたいな、はいはい、ところでしこたま買わされた後に、僕これ以上買っていいものか神さん的に分からないから、はい、だからこれちょっとママに聞こうって言った瞬間、はい、間にもう顔が無表情になって、もう今すぐ決済してくれ、今手に持ってるもの全部決済早くお会計してトイレ行きたいって言ったの、はい、でそれを車の中で神さんに相談したんですよ、はい、寝てたから、はい、であれもしかしたら君が来ると
今カゴの中に入っているものが全部却下になる可能性があるから、トイレに行きたいって言い訳して決済したのかなって。共犯ですね。いやそんな頭までそんなわけないと思って、家着いた後に面と向かって肩つかんで聞いたんですよ、はい、あの時のあれはそういうこと考えてたのかって言ったら、もう将来有望じゃないですか。怖い、女の子は怖いです。5歳ですよ。いやすごいですね、5歳で。神さん来るって来た瞬間に顔色が聞けたんですよ、すって。だからそれ以降なんか僕も勘ぐってきちゃって、服一緒に選ぶじゃないですか、はい、でこれ可愛くないって言うと、はい、可愛いとか言うじゃないですか、はい、それも多分とりあえず可愛いって言ってからこいつ買うからとりあえず数言っとけみたいなのに聞こえてきたの。あれこれ本当に俺の好みがあったのか本心かわからないって。いいんじゃないですか、それで喜んでくれるんだ。まあ自分の服一着も買わずに娘の服めちゃくちゃ買いました。いいパパですね。女の子に怒れないってことは奥さんにも怒ったりしない？怒られない。怒られはします。え、何怒られる？え、飯食って皿洗わないですぐ寝ると、そのなんか血糖値上がっちゃって眠くなるじゃないですか。はい、それ自分で皿って洗うんですか？洗いますよ僕。らい、あの食洗機の使い方がいまいち覚えられなくて。あの食洗機があるんですか？あのマンションは内蔵されてます。今時のマンションって食洗機ついてる？どんな豪邸に住んでるの？いや普通の食洗機、普通の、いや普通、え普通は、じゃあ食洗機がある部屋に住んでる人がこの中にいますかって。福ちゃん、いやある、ありますけど、ね、本当ないです。マジですか？ないと思います。ない、え、知らない。知らない。まさかの。知らない。不明。ないですよ、一番。そんなに すごいもんじゃないですよ。マンションについてるんだって今思いました。あ、なんか台所の下のところにこう開けるとそれついてる。え、店じゃね、持ち家？持ち家です。いや違う、おめえじゃねえバカ野郎。あ、でっか。あ、そうです。おめえ持ち家と困るだろうよ、お前。実家だろ、おめえ。実家です。僕も持ち家です。 はい、あの、たぶんですけど、はい、賃貸をベースにしてるのあんまつかないんですよ。あー、なるほど。あの、結構嫌がるんですよ、洗濯機とか、そか食洗機とか、次に住む人が。なるほど、設備的にこう引き継ぐもんですからね。何の話したんですか？食洗機。なんで食洗機なの？なんで怒られる？なんで怒られる？もうマイナスなんですよ。あ、マイナス入ってます？はい。しっかりついてこいよ。もう置いてけぼりになんだよ。頑張ります。はい、もう十分だろ？嫌だろ？はい、置いてけぼりにされるのは。嫌です。え？うん、幼い頃に、はい、お父さんに置いてけぼりにされてよ。え？なあ、辛い思いしたの？はい、なあ、お前お父さんどこ行ったんだよ。分かんないって言われたんだろ、上級生に。まあ、言われたことない。水木、おめえなんだよ、授業参加お母さんしか来ねえじゃん、はい、お父さんどこ行ったんだよって言われたことない。ああ、青堀流。おお、すごい、あの、この人お父さんより青堀流です。あれ今悲しい思い、ちょっと泣きまであるかなと思ったのよ、うん、あれ、ああ、青堀流。おかしいなね、わかりますよ。シンプルモードでやってるとそうなるんですよ。いいですね、これ。いいですよ。これ見てて。これあの、要は、あの、歌ってはダメフレーズみたいなこと。野田の色が結構大事なんですね。野田黒です。黒ですね。これが赤でもヒントがあったりする。久しぶりに保留変化した。見ようかな。メズキ、お前授業参加よ。なんでいつもお母さんばっかなんだよ。たまにお父さんついてこいよ。へへ。って、あったろ。なあ、そんな意地悪なこと言うやつも。なあ、まあ、いたことないですよ。長い。これ長いんですか？長いです。野田。おきおりはぁ。これ最後まで行くパターンのやつ、ね、最後まで。で、ちなみにバカボンの上にバカボンのパパがいて、はい、当たりです。多分絶対バカボンまで行くと思います。行きますよね。あの青堀よかったな。ねえ、なんでその前に泣いてねえんだよ。なハラハラって思わし、はい、泣いてる時に青堀で、はい、あっ、はい、こうやって、はい、あっってパッて涙が落ちてた。そうですね。なんだよ。泣け。今からでもそうですが泣けよ。じゃあ目薬もらっていいですか？お父さんの思い出がないんだよね。泣けないんだよ。よい。こ
この上もあるってこと、この上が、まあ、濃厚という濃厚、まあ、絶対当たるときはバカボンで、これ行ったらってことですね、行かないか、行かない、四図柄、これはあの勝機をこぼすの掴み取るみたいな、おーリンボー、ありがとうございます、素晴らしい、やった443回転目、送信ぴったり10本ですね、でこれを覚えるとシンプルのちょっと耐える時間がある代わりに、おーっていう、巨宅さんのお父さんの話のおかげですよ、そうですね、はい、この前振りあってこそですかね、はい、おえ、ボス柄でした、素晴らしい、ボンボンボンになります、じゃあ当ててください、右右頑張ります、幼き頃の悲しみを全て力に変えて、はい、頑張ろう、頑張りたいと思います、ここでおかーあった、素晴らしい、やったー、あとは僕みたいに駆け抜けなければ大丈夫です、あやちゃんやばいよまたさ頼みますよ、あれあれ、レイボー、レイボー、すごい、よかった、当たるんだ、それあ、プラスですか、プラスです今ハハハハ。